どうもダイノスケです今回は僕が高校生の頃にオーストラリアに,オーストラリアに短期留学しに行った時の,あ,のあるお話をしたいなっていうふうに思いますで大之助はそんなの留学がもともと興味があったっていうわけでもなくてあのただまあ,あの親が金出してくれてたっていう話で、まあ、ありがたいなっていうふうに今なら思うんですけどあの2週間ぐらいオーストラリアのシドニーのところにあの短期留学に行ったんですよねでそこで、まあの ホストファミリーだったりあのその現地で僕,の僕と同い年の,あの女の子を好きになったみたいな話とかあるんですけどその辺はさておいて、まあ、あのオーストラリアに行って、まあ、本当に親に感謝してもしきれないぐらいたくさんのことを学ばせてもらってさまざ、あ、まな文化だったりいろんな人の考え方だったりとか。 まあもちろん、あのいろんな、あの日本人以外の人たちが多数派っていう環境に行ったのもその時は生まれて初めてですし、まあ初めての海外っていうのもあるし、そもそも、あの英語僕全然堪能じゃないんですけど、あのただ、まあ身振り手振りだったりとか単語とかだけでも自分の意思疎通ができたりとか、まあ要するに自分はものすごい狭い世界に閉じこもってたなっていうのを、まあその短期留学で学ぶことができたんですよね。で、まあいろんな人たちがいるなっていうふうに思ったエピソードの一つが、まああの、ま、街を歩いてたら、 結構遠くから真っ白いワンピースを着た女の子があの通ってきているんですよねで街中でまあもちろんいろんな人たちが行き交いしてるんですけど、その女の子をなんかものすごく凝視してしまったんですよ。まだ5 0メートルぐらい先にいるんですけどね。それなぜかっていうとその女の子がものすごいハゲてたんですよ、ね、髪の毛が。女の子がですよ。もうなんかあの遠くからでもわかるぐらいはげて,てあて太陽の光が照り返されてたんですよね。で あのまあもちろんあの向こうは正面からこっち側来てて僕はあの向こう側にその女の子女性側のところに歩いてってるから、まあ、いつかすれ違うしだんだん近づいてくるんですけどあ女の子でこんなは,はげるってあな,んかなんか病気とかなんかなって、まあ、大之助も自分の,その薄毛とか気になってたけどそんなのとは比較にならないぐらいなんか大変な。 あの目に合ってるんだなっていうふうに思いつつもいや普通にいやとはいえそのまあ、まあ、だ男性でもなくあの女の子だったらよりなおさらその自分の髪を例えば帽子で隠すなりとかあのなんかカバーしたりとか他の人たちに見られたりとかしないのかな気にしないのかなというふうに思いつつ思ってたらまあちょっとずつ距離が近づいていくんですよねであの遠くでぼやーっとあのその白いワンピースを着たあの あの髪の毛の薄い女の子かなっていうふうに思ってたんですけどあの近づいてもうすれ違う時ぐらいにやっと分かったんですけどその女の子女の子じゃなくておっさんだったんですよねですれ違う時にあなんだハゲた女の子じゃなくてワンピースを着たおっさん,おっさんだったのかえワンピースを着たおっさんっていうふうに二度見しちゃって。<laughs> <laughs> で、あの、他の人たちも、もう誰も別にその二度見というか、あの、僕みたいにそのおっさんを見たりとかしてるわけじゃない、注目を浴びてるわけじゃないですよね。それが普通みたいなんですよね。で、そのおっさんも、まあ近づいてはどういう顔してるのかなっていうふうに思ったら、まあまあ普通に結構お年を召されたなんか白人系の方で、あ結構眉間に深い皺とかが入ってて、もうまっすぐ前だけを見つめて歩いて歩いてったんですよね。<laughs> そ,それが確か留学2日目とかにあの遭遇した出来事だったのでうわ世の中って広いなっていろんな考えの人いるんだなっていうのを、まあ、改,め改めて学んだっていう話ですね。まあ、そんんんななにに世の中いいろんな人たちがいるんですよであの僕たちあの日本のすごい同調圧力が強い社会に生きてて周りと同じことをしなきゃいけないだったりなんか,か完璧を押し付けられたりとかその一方で、まあ、新しいことに挑戦するだったり失敗することに対してなんか後ろ指さされたりみたいな。 あのとか親とか先生の言うことに従って生きていかなきゃいけないのかなみたいなふうに狭苦しい窮屈な思いをして生きてるかもしれないですけど世の中ってもういいろんんな人がいるんですよまあ僕はまだオーストラリアにしか行ったことないですけどあのまあなんならその日本人はその世界世界から見たらすごい少数派ですよね。あの で、あの、英語圏でもないしね、世界の共通言語でもないような、あの、小さな島国で僕たちは数十年たかだか生きている程度の人間なんですよ。で、あの、今の人間関係が怖いかもしれないですけど、あの、ま、あ世界には、あの、まあ、人間が80億人ぐらいいるんですよね。だから自分の今いる環境が合わなかったら、全然、あの、飛び出していけるっていうような話なんですよ。あの、ま、幸いなことに僕たちは人類史上最も自由な生き方ができる時代に生まれているんですよね。まあ、それこそあの、 あのな、僕たちが別の国で、そのなんか、あの、十字軍とかの遠征とかであの戦争に駆り出されて死んで、あの死ぬかもしれないみたいな恐れもないし、まあ戦争してた時代じゃないし、まあ今ロシアとウクライナいろいろあるかもしれないですけど、あの、 まあ日本は今は比較的治安が良くてあの平和な時代を生き,生きることができてるしそしてまあ日本とはいえあの江戸時代とかだったらなんかちょっと無礼働いたらそのまま切り捨てごめんっていうふうにされてたけどあの今はそんな時代じゃないですよねであのまあ職業選択の自由とか身分制度とかもなくてあのまああのなんかグローバル化が進んで、えー、と移動手段が豊富になって僕たちはいろんな国にあの好きなあのこの SNS の普及によってあの好きな生き方ができるようになったんですよあのリモーートワークだったりとか あの会話コミュニケーションが取れるるよようなな時代になってるんですよで世の中にはいろんな考えの人がいるので僕たちが今いる環境その、まあ、あの IT リテラシーの低いあのお年寄りたちにお前はこうしろああしろ20代のうちに結婚しろあの早く子供を産めとか,、えー、となんか銀行とか、えー、と公務員とか大企業に勤めるのがいいんだっていうふうに押し付けられてくるかもしれないですけど彼らの世界ってもののすすごいい小さいんですよねあの彼らの言うことに従うことがあなたの幸せじゃないんですよとあの世の中には本当にいろんな考えの人たちもいるし。 あの、自分の頭で考えて自分の幸せをつかみ、あの、取りませんかっていうのを、まあ、あの、改めて、あの、大野つもその学生時代高、高校2年生の時に行ったオーストラリアの短期留学で、まあ、いろんな人いるなっていうふうに、あの、学んだという話を通じて皆さんにお伝えしたかったなというふうに思って今回お話ししています。ということで、今回は以上。